はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。忠翼です。今日は何の話かというと、プレゼンについてです。プレゼンでの苦手を克服するために、どんな話かどうすればいいのかというのを掘り下げて、皆さんと一緒に考えていければと思います。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、プレゼンです。 皆さんはお仕事でプレゼンをされる機会はあるでしょうかもう一つお聞きしたいと思うのはプレゼンは得意でしょうかそれとも苦手意識を持っていらっしゃるでしょうか今回はですねプレゼンでこう後者の苦手意識を持っているなという方私も以前はそうだったんですけれども人前で話をするときにどんな話し方をすればいいのかというのをえっ、ー、と五つに絞って考えていきたいと思います お仕事でのプレゼンあるいは大人数での会議などで話をするときにぜひ参考にしてみてくださいはいで、えっと、プレゼンの話し方皆さんは何か、えー、普段工夫されていることはあるでしょうか私はですねあの意識していることはうんあるんですけれども、えー、今回は5つに絞って、えー、っと共有していきたいと思いますで最初に結論からなんですけれどもその5つ、えー、順番にご説明しますね 1>, 1つ目が話の着地点を示す、まあ、ゴールを示すですねで。2つ目はその着地点までの道筋、まあ、プロセスを、えー、伝えるで。3つ目はあの相手の顔を見てこう会話をするように話をします。で4つ目は問いかけを使うで。最後5つ目は間を作る。この5つについてあの意識をしてプレゼンを話すようにしています。じゃあもう少し順番にそれぞれどういう内容か。 少しでも参考になればと思って解説をさせていただきます。はい、一つ目の話の着地点を示すです。皆さんはプレゼンを聞かれる立場で、最初にこうこれから何の話をしますとかこういううんとまあ、ゴールイメージというか獲得目標ですかねを示されると示されないのではどちらがこう入りやすいと思うでしょうか。 おそらく全社のゴールを示してもらった方がこれは自分にとって意味があるか何をポイントに聞けばいいかというのがわかるのではないでしょうかなのであの最初にプレゼンでは本当の結論詳細は言う必要はないかもしれませんが少なくともどういうことを今から話をしてようとしているのかそしてそれがオーディエンスにとってどんな意味があるのかというのを伝えるようにするといいですこれが着地点を示すですね 2つ目のポイントは、その着地点までにどういう,こう道筋でいくのかも示してあげるといいと思います。で、えっと、まあ、ゴールを示すだけでは足りないと思ってるんですね。まあ、どういう,こう道のり、手順で、プロセスでいくのかというのを、うんと話、最初に合わせて話をするといいと思います。 まあこれはあのビジネスの場ではアジェンダであったりだとかえっとまあ論点を先に伝えてどういうストーリーになるかというのを伝えてあげると聞き手がこうついてきやすく聞きやすくなります。はい。で、3つ目はえっと相手の顔を見て会話をするようにプレゼンをするですね。で、これはあの私が思っていることで話す相手がたとえ一人であっても大人数であっても基本的には変わらないというふうに考えます。 こう直接語りかけるように話すといいと思うんですよね。相手のこう顔を見ながらアイコンタクトを取る。もちろんあのオーディエンスが遠いとえっと直接こう目をなかなかしっかり見るというのはあの難しいかもしれませんが、こう語りかけるように直接話しかけるようにオーディエンスに向かっていくといいです。でそうすると何がいいかというと相手の反応が見えるんですよね。まあうなず全員がうなずくわけではありませんがえっとどこでうなずいているのか。 反応を見ることによって、まあ、自分の話が、えっと、理解されているのかどれだけ伝わっているのかというのも、えー、見ながら話をすることにもなります。はい。で、4つ目のポイントは、えー、問いかけですね。あの一方的にこうずっとあの話し続けるのではなくて、えー、と適宜、質問やあの問いを使うんですよね。で、一方的だとこう聞き手はずっと受け身になってしまうんです。 でそれではなくてこう適度に質問を入れることによって、まあ、例えばタイミングは冒頭であったりだとかこうチャプターが変わるときそういうときにあるいはこう今から重要なことを言うときですかねこういうときに問いかけをしますで。問いかけをすると何がいいかというと相手が問いに対すすするる答ええを考よようとするんですよねでそれは何を意味するかというと,、うん、と自分ごと化するんです。 あの問いに対して自分の中で少なくともまあこれが答えだろうと、まあ、ある仮説になるんですけれども仮説を考えることによって、えー、とそのことをこう自分の問題として捉えられるそれによってこう聞き手がまあ引きつけられる能動的にあの能動的な姿勢で聞く準備が整うんです、まあ、こうした問いかけの効果をうまく使うことによって、えー、とプレゼンが魅力的になっていきます。 はい、でここまで5つのうち4つでしたで最後5つ目なんですが「間」ですねあのこう話と話の間にあえてこう何もない余白を作る間を作るという話し方ですでこれもあの一方的な話し方に通じるんですけれどもこうずっとあの間がなく、ま、こう話し続けられると聞き手というのはだんだん疲れてくるんですよね特にこう新しい情報量 あるいは複雑な、ま、情報だとあの脳の処理が追いつかなくなってきますでそれを緩和するのが、えーまま、余白なんですよねでここで余白といっても、えー、と休憩のようなこう何分もとるわけではなくてあくまでこうプレゼンの話をしている中の本当に短いものだと数秒とかそれぐらいだと思うんですよね、ま、でもこの数秒があるかないかによって全然こう受け手のうんと 頭のこう処理っていうのが違ってくると思うんですこれはあのおそらく聞き手の立場では実感できるんじゃないかなと思うんですが意図的にこう話さない無音の状態というのを作りますで間があることによって、えっと、その間で一瞬だけでも聞き手は内容を整理するあるいはちょっとだけ休憩がすることができるそして次に話すことに準備ができるという効果もありますはい、えー、というわけで 今回はそろそろクロージングです、えー、内容を振り返っておくとプレゼンの,あの話し方ですねこう苦手意識を克服するために、まあ、こういう話し方をするよというのを5つに絞ってご紹介をしました5つもう一度、えー、お伝えしておくと話の着地点ゴールを示す2つ目が着地点までの道筋も示す3つ目が相手の顔を見てこう対話をするように会話をする4つ目が問いかける そして最後、5つ目が、魔、ま、余白ですね、を作る。これらを意識して、ぜひあの、次のプレゼンがある機会では、参考にしてみていただけると嬉しいです。はい。今回も貴重なお時間を使って、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、毎日更新をしているので、次回も、もしくは、他のものも、コンテンツも聞いてみてください。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。